日本神奈川県川崎市幸和区、小向小向は、神奈川県川崎市幸和区の大技。旧吉祝郡川崎領、小向村。2016年2月16日現在、住居表示は実施されていない。この大技独自の郵便番号は存在しない。2010年の国勢調査時点での面積は47.5ヘクタールであり、2017年12月31日時点で、 の人口は、0人である。なお、小向井を関する町名が、小向井の近隣に存在するが、これらは小向井から分立したものである。全域が、多摩川の河川敷であり、川崎競馬場、小向井9社の練習用コースや、RF ラジオ日本川崎港放送局の送信用アンテナなどが所在している。小向は、東端で摩川を挟んで、東京都大田区の摩川、 西六号と西端では、とて、小向町、小向中野町、小市城に接している。新編武蔵風土機構には、当地を開墾した人物の名が記録されているが、彼らは、小田原北条氏支配下にあった武士とも多くが、重複することから、同志の旧審が開拓した土地であると考えられる。北条氏が滅んだ後、徳川家康の江戸入府にあたっては、 小向か,いから玉川を渡ったことが天章日記に残されている。江戸時代の当地は当初天領であったが、後に増上寺に寄進されている。その結果、増上寺の年具や笛役を負担する代わりに、助ケや国や金といった幕府からの負担は幕末の現時期に至るまで免除されていた。村高は昇法期の武蔵田園簿で七十三国四と余り、 元禄五町以降幕末の急行給料取調べ町までは175国にと余りと一定で推移した。玉川が頻繁に氾濫するという事情もあって農業生産力は決して高くなく多少の浸水であれば耐えられる梅の栽培が江戸初期の漢文頃から行われ一時は村全体の面積の6から7割を占めるまでになった。 また、玉川からの砂利の採取も行われていたが、元は江戸の町人が採掘権を持っており、1807年には採掘権を村側に取り戻す願いを周囲の村と共同して起こしている。新編武蔵風土機構では約かず68件。1871年の洪水で、梅林は大きな被害を受け、面積は20丁部から7丁部へと減少してしまった。 一方、それまで幸いようであった、この梅林は、1880年、奈留島隆北が、朝野新聞に、小向村丹梅の木を掲載したことで、観光地としても、脚光を浴びることとなり、1884年には、明治天皇の行幸が行われるまでになった。1889年に、町村制が施行された際、小向村など八村が合併した新村の名称は、 この行行にちなんで、三行村となった。大正から昭和にかけて梅林は衰退し、三行公園に移植された梅だけがその名残を留めている。その一方、1888年には定外にレンガ工場が設置されたり、1937年には東京無線が当地に工場を設置するなど、工業地として活用する動きも見られた。戦後には、高知整理、 区画整理、住居表示の施行などにより、小向井東芝町、小向井町、小向井西町、小向井中野町が分立した結果、小向井としては、河川敷だけが残された。河川敷の広いスペースを活かして、川崎競馬場の練習用コースや RF、ラジオ日本の送信所が設置されている。新編武蔵フード機構には北向きから転じた、あるいは、 北向きの総書体を誤読したのではないかとあるが、最初から小向であったとする見方もある。玉川に張り出した地形が由来であるとも考えられるが、正確なところは不明である。当地から玉川を渡る交通路は現存しないが、明治から大正にかけては対岸への都線が運行されていた。2012年現在の公立の小中学校の学区は小向全域で、 川崎市立西みゆき小学校、川崎市立みゆき中学校となっている。ただし、前述のように当地に住民はいない。ありがとうございます。